しいな。やっぱり後ろ、一番後ろだけがソーダ入ってなくて、前の3輪がソーダ入ってない。前の3輪が動くの。これすげえ、これすげえよ。こんなんよく作ったな。電車の音だ、電車の音。そう、電車と同じね。モーターの音だね。これは大型2種持ってなきゃ運転できないんですか？あ、全然関係ない、普通車でいいんですよ。へえ。これレンタカーになってるんですよ。あ、ワナンバーになってるから、今はね、少なくなっちゃったけど、コロナ禍の前は結構貸し出ししましたよね。へえ。で、なんだろう、国交省で補助してくれたから。はあ。じゃあそんな前からできてるんだ。もう8年目ぐらいかな。あ、こっちが最初にできたやつだ。これは古いやつです。あっちの黄色いのがありましたよね。はいはい。これはまだ新しい。作り見ると全然違いますね。うん、あっちのはね、運転してても楽。はあ。これカーステついてないんですよ。お、重捨てなんですか。重捨てでこれだけ操舵しなきゃ、だからすげえ抵抗だな、どうせ。だから重めんじゃねえんかな。重たい。まあ、借りれる。ああ、ね。まあでもいい筋トレになりますよ。トレーニングに。あっちのね、広い方はバスだから運転してもらう。はあ。その書くところあるんだもんね、うんうん、これだからこの街中こう動いてるから、いろいろな建物をこう説明してくれる人がいるとすげえ面白いな。あんないよね。さっきもさ、なんか西公民館っていうすげえいいコンクリートの建物だし、そこね、やっぱ織物の機能感ね、はいはい、まあでもこの辺も昭和40年50年ぐらいの建物がこう並んでるんですね。そう、古い昭和ですね。だから多分俺がまだ生まれた頃に盛ってる、要は前橋でいうと中央通りとかそのぐらいの街並みなんだなって。だから俺がそこの場所をさ、盛ってるのは全然知らないわけだから、まあ、見ての通りシャッター閉まってるとこ多いですよね。いやでも前橋より多い、少ないですよ。前橋少ない、うん、前橋はなから多い。
あそこの、なんだろう、中央商店街もう全然ダメですよ。ダメですね。立川通りから、はい、中央通り、オリオン通り、弁天、全部ダメ。本当、明日もそうですけどね。はあ、こっちの方来ると大ママとかはまだ結構商店街もちゃんとあったりするし、桐生もでもそんなに閉まってねえ感じがするな。だってまともな売ってないですからね。まも来ないよね。ねえ、本当なんですよ。あ、これが桐生駅か。西桐生駅寄って西桐生駅寄るんだよ。西桐生駅ここからこうやって行くんでしょ。ママそうそうそう、ここに行くんだ。イメージは、バスタロンかゴリラリラリ。これ向こうが早稲田ゼミと、あと高校が桐生高校が、うん、その向こうだ。お腹が痛い。お腹痛い。トイレ、トイレだけ行った。大丈夫。おしっこ大丈夫。変な感じ。あそこがね、バス停になってるんだよ、この車の。1分経った。あそこにあるでしょ、バス停のマークが。いいな、水が出てる。出てるね、霧がね。あっこタイヤは。このバスはあっこ。これが錦流駅なんだ。これ錦流駅です。これ上田の終点ですか。そうです。あー、俺初めて見た。ここ、これは建物が古いんですがね。ねえ、見た感じ、なかなか古い。昭和5年ぐらいにできたんだ。はぁー、シートベルトないんだよ。スピードが出ないから。当たった。だからもうね、えらい立ってるんですね。あ、ちゃんと右から読むようになってるの。昔っからの看板で。おじいちゃんもね。え、どうなの？昭和26年。え、じゃあ、ママも生まれてないってこと？生まれてない、全然ないって。ママが生まれて50年前。何なの？ね、この床がすごい。いや、これは当時最新式の駅舎ですね。コンクリートで、木造じゃねえんだもん。ですよね。だから作るときはしっかりした作りだったんですよね。これすげえ、これすげえな。あんなに客観が残ってないですよね。これ乗る人もいるかもしれないから。ガラスも木枠もそのまんまだな。これすげえな。でもガラスは、あ、古いガラスもあるね。でも新しいガラスもある。あの古いガラスって波打ってますがね。はい。ね。ガラスじゃねえもん。でも 人があんまりいないんだよ。人しかいないんだよ。人しかいないけどね。その他自転車も乗れるんだよ、ここは。あ、上田そうなんですか。そうそうそう。へえ。
やってるんだけど人がいない。いや時間があるとき子供と中央前橋からこっちの方まで乗ってみんべえかなと思ってるんだけど。ですよ。関東の駅100選認定。あ。座ってろよ。温泉会行くんでしょ。温泉バスないの。何？温泉バス。温泉バス？温泉に行くバス。温泉に行くバスはないな。草津温泉に行くバス。どっち？あれよ、笠崎にあるんだよ。草津？草津温泉。あ、それは。はい。大丈夫か？うん。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。これはバスはこっち下っていくんですか？そうです、一方通行なんですよ。で、あの中学校かあの辺出て。あの切り子のとこだよ。あれ切り子なんか。で、軍隊が向こうあるんですよね。で、あっちの方を通って戻るんですか。はい、どうも。大丈夫だよ。まだ10時45分ですよね。いや、面白い。さあ、あっちの街が見えるから、街をよく見よう。動きますので、しっかり伺わせてください。Thank you.